函館市トラピスチヌ修道院現立指導会はヌルシアのベネディクトスの作った改則を遵守するカトリックの乾燥修道会。司教の行政干渉を受けない免続修道会の特権を受けているトラピスト会ともいう。指導修道会はベネディクト会を母体とし、198年にフランス・ブルゴーニュ地方の指導にモレームのロベールによって創立された指導修道院が ルーツである。12世紀に活躍したクレルボーのベルナルデスによって大きく発展し、12から13世紀には全ヨーロッパに約1800の修道院を持つ大修道会となった。その後、17世紀後半にフランス、ノルマンディ地方のトラップ修道院で院長ドランセが修道規律の改革を起こし、その厳しい規律に従う死闘修道会のグループは現立死闘修道会。 また、修道院の場所の名を取って、トラピストと呼ばれるようになった。修道院の制度としては、大修道院のもとに、いくつかの修道院が併設されており、大修道院長はその権能を示すため、大修道院内においては、ミサ中に、司教官と司教杖を使用することが許されている。ただし、螺旋状であるバクルスの先端を向ける方向が、司教と大修道院長では異なる。 また同じような理由により、死教棒を被むることもある。また、第二場地漢校会議以前には、大修道委員長の権道において、下級聖職者の任命を行っていた。なお、本会では、勘区制を取っていない。大修道委員長の就任式には、司教以上の委会にある聖職者が、主子指式者となり、司教除会式並びに、死教着座式に準じて取り行われる。主な理由として、 大修道院長は、女裁以上の理解を授ける権能を有していないためで、ある。日本では、東大の聖母トラピスト大修道院を、母院として、男子修道院が、東別の他に、大分県肘町に、女子修道院が、函館のほか栃木県那須町、兵庫県西宮市、佐賀県伊万里市、大分県宇佐市にある。また、大韓民国継承南、道正原市にも、 女子のシーンがある。会員は、各修道院の近域の中で、祈り、働きをモットーにして、祈りと労働の日々を送っている。トラピスト修道院の名で知られる、函館郊外、北都市大島東別の男子修道院、東大の聖母トラピスト大修道院と、函館市内の川温泉近くにある女子修道院の、天使の聖母トラピスチノ修道院、通称トラピスチネ修道院は、 いずれも、本会の修道院である。一部修道院では、労働自活の一環として、食品類を生産している。ベルギーなどでは、ビール生産に関与しており、そこで生産される、トラピストビールは、ビールの一ジャンルを成している。ボスニア・ヘルツェゴビナ北部のバニアルカにあるマリア・ズベーズだ。修道院では、旧ユーゴスラビア社会主義政府により弾圧された、チーズ生産を2008年に復活させた。 日本においては、トラピスト修道院やトラピスチヌ修道院で作られたバターやクッキーが箱立土産として知られる。ありがとうございます。